ただちょっと、自己中なんで小学校の時はちょっと嫌われてます。あ、私、うん、高校生の時、うん、バンドマンで、はいはいはい、ドラムの担当を、やってたんです。ストイックな受験生マインドを、うん、もう全て仕事に捧げようってことで、はい、今日のゲストはですね、もう有名人、ビル・ゲイト専務取締役 CEO 共同創業者の、吉岡さんにお越しいただきました。吉岡です、お願いします。だってもう我々界隈の中ではビジネスソーシャル有名人、はい、B2B インフルエンサー自称してます自称もうまさに今となっては Facebook、Twitter、LinkedIn 使い倒してソーシャル営業、ソーシャルセリング、あ、セリングで、あ、合ってます、ソーシャル営業、ソーシャルセリング、ちゃんとした名称があるけどね、はいはい、今そういうね、表層的にこういう吉岡さんがありますけど、これ CX のリレクションチャンネルですね、まあ、前編後編でお届けするんですけど、うん、もちろんその COO としての役割とかそういう話も聞きたいんですけど、前半の方ではですね、吉岡亮を司る過去の部分にもちょっと深掘っていきたいと思いますので、はい、はい、前半の方では恥ずかしいことがあるかもしれないですよ、資料をさらしてください、ぜひ。吉岡さん、いろいろプロフィール出られてるんですけど、もともとその地元岡山の、岡山市出身ですよね。はい、岡山市出身 で共同創業者現社長の小島さんと全く同じ学生時代、小学校1年から同じクラスに、うん、はい、1年E 組に、はい、入って1年 E 組されまして、はいはいはい、小学校6年間小島と一緒で、付属の小学校中学校とつながっているので、中学校まで、はいはい、小島と一緒でした。ずっと一緒ですもんね、その慶応ですもんね。小島はちょっとイレギュラーで高校から慶応義塾高校に行ってるんですが、なるほど、はい、僕は岡山大学教育学部付属小学校中学校で、地元の岡山朝日高校に行って、小島は、はい、慶応義塾高校に行って、そこで別れた。おあ、なるほどなるほど。でまた慶応の経済学部で、私が小島がいる学部を受けようっていうところで狙って受けたので、はい、また合流したっていうの。狙って受けたんですね。狙って受けてます。あ、ちょっとそこ突っ込みどころあるんですけど、はい、一旦もうちょっと戻って吉子さんって寝やかに明るく、まあ、日々過ごされてると思うんですけど、小島さんとの、一緒に来られてくるプロセスは分かるんですけど、そもそもその吉子さんは、まあ、どういう 子だったんですか。性格は変わらず、もう三つ子の魂100までで、はい、小学校から全くこんな感じ。あ、テンション高め。ただちょっと、自己中なんで小学校の時はちょっと嫌われてました。ただ、小島と一緒に、ドッジボール、やるようになって、なんか すごい2人とも上手いんですよね。あ、です。で、小島がキャプテンで私副キャプテンだったんですけれども、その時なんかちゃんと初めてこうチームプレーみたいなのを学んで、なんかワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンじゃないんですけれども、なるほどですね、なんか自分が活躍することよりも、うん、なんかチームが勝つことの大切さみたいなのを、うん、そこで学んでから、うん、はい、人として構成されてきたかなそれ小学校 6年、小学校4年から6年、あ、4年から6年で、僕なんか横投げだったんで横投げ、はい、横投げってなんかどこに投げてくるかちょっと分かんないんではいはい、はい、場の空気を変えたいときになんか攻撃陣としてなんか送り込まれるみたいな、うんはい、なるほどなるほど。じゃ小学校の時ももう本当に今のような、はい、ミニ吉岡だったわけですね。はい、社会人になってストレングスファインダーっていうのがあるので、はい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 、その診断結果がもうまさに吉岡を表してるなって思って、で1つ目は、うん、達成欲、あなたは目が覚めたら何かを成し遂げればならないっていう炎に包まれて目が覚めますみたいな。メラメラと。で、2つ目が、社交性で、あなたはもう人に会うのが大好きですみたいな形ですね。で3つ目が、うん、コミュニケーションで、うん、あなたはなるべく物事を面白おかしく話すのが好きですみたいな。で、4番目が、自我、要は自己顕示欲で、なるほどなるほど、はい、なんで私 SNS の発信が好きなのはやっぱ自己顕示欲で、はい、もうありとあらゆる手段で吉岡亮を知らしめようみたいな、うん、なるほど、ところなんで、うんうんうん、なんですごいなんか吉岡っぽい診断結果だし、うん、あ、なんかこの結果見て、あ、自分って営業なんだなっていうふうに思いました。私、うん、高校生の時、うんうん、バンドマンで、はいはいはい、ドラムの担当を、やってたんですけども、うん、青春っすね。それ、あ、青春です、うん、はい、パンクロック系、パンクロック系、はい、ライブハウスを借りて活動していかないといけないんですけれども、うんうんうん、やっぱりお金がないんでチケットを売るしかないんですね、うん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 、ライブの中もう500円から高くて800円、1000円みたいな、うんうんうん、ワンドリンク付きみたいな、うんうんうん、で4人中2人が結構シャイボーイで、うん、もう女子と話できないっていう感じなんで、なるほど、うん、私が近くにある女子校のところに営業に行きまして、うん、ちょっとライブのチケットを買ってみたいな、うん、女の子に話しかけて、うんうんうん、っていうことでなんとか活動費を稼いで、校門の前とかで、
そうですね、はい、あ今なら完全にチョコレースかもしれない、はい、っていうこともあって、うん、ベースこの性格っていう、そうですね、あ、はい、これもなんかちょっと個人的な興味になるんですけど、吉永さんなんか どういう家庭で育って、まあ、今こういう形であると思うんですけど、どういう家庭だったんですか、はい、変わった家庭でして、はいはい、父親がバツ2で3人目の奥さんの、子供でして、53歳ぐらいの時の子供でした、うん、母が36の時の子供だったので、うんうん、まあ、なんか17歳差ぐらい、父親は若い時は映画のカメラマンみたいなことをやっていて、クリエイターか、私が大きくなってからは、うん、古美術商の中でも、うん、なんか壊れた骨董品をなんか自分で修理して、うん、で修理するとなんかこう価値が復活するん で、うん、でそれをまたマーケットに出して売るみたいな、こう手先が器用系なんか古美術商みたいなことをやってましたね。小さい頃なんか山に漆を取りに行ってくるって言って、漆で漆ってこう触れると肌が、うん、結構腫れたりするので、うんうん、山に行って、うん、なんかもうかなりかぶれて真っ赤な顔して帰ってきたりみたいな。小学校の時は60過ぎてたんで、うん、週5家にいて、はいはい、で週に2日ちょっと東京の市場に骨董品をこう売ったり買ったりしに行ったり、そんな家庭でした。あの真緑 の、うん、あのポルシェを乗り回してたみたいな感じで、岡山だと緑のポルシェが駅前の喫茶店のところに泊まってたよっていう友達に言われてました地元のね、地元のクリエイティブなそのお父さんをどっかやっぱ見てた部分はあると思うんですけど、起業しようとか会社やろうみたいな頭っていうのはいつ頃から持ち始めたんですか。まさにその父がですね、高1の時にガンで、うん、で、亡くなってしまって、うんうんうん、割とこう裕福な、うん、暮らしをさせてもらってたんですけれども、うん、ちょっと母親が、うん、父親が、いなくなって家計がやばいと、うん、なので大学は、まあ学費の1年目とか入学金ぐらいは、うん、お母さんなんとかするけれども、うんうん、あとは結構自分で頑張りなさいねみたいな結構言われてたんですよ。お母さんも結構なんかもう自分で考えて自分でやりなさい系なんですか。母はお嬢様で、うん、ザ専業主婦みたいな形で、うんうんうん、私がもう頑張って稼ぐからって感じよりは、うん、なんとかお金の勘定だけして、うん、はい、あなたが大学1年あたりまで持つから、うんうん、それ以降は自分で頑張れみたいな感じだったんで分かりましたっていうので、過保護ではない、過保護ではない、高校卒業した3日後から代表の小島と学生起業するってところにつながるっていう感じ、うん、まあ、自分で稼ぐしかないっていう頭があったわけですよね。あ、もうまず学費を稼がねばみたいな、バイトじゃなくて会社、当時2005年かそれこそダイブドア堀江さんとか、はいはいはい、楽天三木谷さん、サイバーエージェント藤田さんのヒルズ族の時で IT ベンチャーすげーってなってましたわ。金融知識とか、うん、法律の知識とか、うん、やっぱ知識面だと、うん、人生の諸先輩方には勝てなくて、まあ、専門職ですよね、はい、うん、唯一この若い人だけが分かるようなモバイルとか、うん、インターネットとかはワンチャンスあるんじゃないかってことで、割ともうそこ一択で行こう。でもリテラシー高い方ですよね。でもそこに行くっていう判断とそこに思考あったっていうのは確かに今思うと、はい、割とイケてるイスケってそうですよね、だったかなと思いました。当時の時代の話、堀江さんとか裁判藤田さんとかの話やった時に、僕も大学生でテレビ見た時にまさに藤田さんとか堀江さんとかがすごい儲かってて、うん、なんかすごいかっこよくて、うん、金持ってて、うん、でまさに芸能人と遊べるのみたいな、うんうん、っていう僕も最初興味持ったのが、うん、芸能人と遊びたいでしょ結構思いましたよね、うん、あの時、はい、18歳はもうまさにそういう目線感ですからね。あ、そうですよね、はい、小島さんとでも言うても、ずっと一緒だったっていうのは僕過去のウェブに落ちてるインタビューとかでも、うん、小島さんと小中高との要は学生時代、はい、ずっと一緒だったってあるんですけど、はい、一緒にやろうってすんなりと高校卒業3日目に、うんうん、意思決定双方されたのは何があったんですか。小島は高校から岡山飛び出して、うん、慶応義塾高校行ってたん で、ね、離れ離れだったんですけど、うんうん、なんかもう恋人同士のごとく週に1回は電話1時間ぐらいとしておりまして、今、この子が好きだとか、うん、俺この部活頑張ってるよみたいな、うん、あと年に数回は東京から岡山に、帰ってきた時に、まあ、一緒に遊ぶんですけども、うん、小島は慶応のエスカレーターのとこに行ってるんで、もう大学受験がないんで、はいはいはい、ひたすら未来を見ていて、自分は、会計士になって
って将来起業しようと思うって形で、うん、なんか高2ぐらいからタックとか通い始めてたんですね。高3の時にいやもう会計士も結構俺勉強したけれども、うん、会計士から起業よりも、うん、最初から起業でいいんじゃないかみたいなことを小島が高3の時に、うん言い始めて、うん、吉岡お前もすぐ高校卒業したら、うん、もう花のキャンパスライフは全部捨てて、うん、パークルとか新入生歓迎パーティーなんか行ってる暇はないと、うん、サイバーエージェントの藤田さんとかはもう寝袋で泊まり込んで頑張ってるらしいと、そんな偉大な先輩たちが寝袋してるのに、うん、キャンパスライフでワイワイキャイキャイしてる場合じゃないだろお前は全てを捨てる覚悟はあるのかみたいな僕は思うこともあって、受験して、まあ、大学だったんで、うん、ちょっと大学遊びたい気持ちはちょっとだけあったんですよ、まあ、一方小島は、高校からなんで割ともう青春もエンジョイして、うん、友達も多いんですね。で一方私田舎の岡山から東京に出てきて友達一人もいないぐらいな形だったんですけれども、もうやるしかないということで全て背水の陣で、私第一志望が東京大学 で慶応経済の2つしか受けてないんですけども、で東大は残念ながら落ちてたんですよ、はい、なのでストイックな受験生マインドをもう全て仕事に捧げようってことで、僕の地元岡山朝日高校から20人ぐらい東大に行ってるんで、仲いい友達全員東大受かってて、で合格発表の日まさにドラゴン桜みたいな感じで、俺の番号ねえって言って友人たちがみんなやった受かったっていうのを見て人生ちょっと終わったと思ったんですけれども、こっからちょっとマインドを取り戻して、はいはい、彼らは多分大学で遊ぶだろう、俺は落ちたからにはこの全てこの悔しさとこの時間を起業に当てるっていう形で、うん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 、そこからストイック起業生活にそのまま突入して、でも滑り止めで、慶応の経済、そうですね、はい、小島さんから大学生になって、まあ、要は浮かれて遊んでる場合じゃねえと、はい、で小島結構本当に厳しくてショートスリーパーだったんですね、もう1日20時間働くっていうのが通常装備になっていて、マックス寝れて4時間、自由時間込みで4時間だったので、僕が4時間以上寝てるとビンタして起こしてくるんです。ただそんな過酷な環境の中でちゃんと小島と意思疎通をして、はい、鉄の絆をこう紡いでいったっていう感じ。たまたまうちの場合は一番仲良かったのが小島 で小島と一緒に始めて本当運が良かったなと思いました。後半の方でですね、いよいよウィルゲート起業からもう16年目になるんですか、17年目、ね、会社としては16期目、はい、になるんですけど、 COO としての役割と、まあ、これからの役割も含めてですね、後半の方で聞いていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。